ではまず報酬配布の方からさせていただきます。いいですね、デカブートでございます。ゆき、おめでとうございます。歌舞伎町のホストクラブ、クラブジェントリーで人事マネージャーを務める運営者、リンゴさん。彼は全国のホストクラブの中でも特に優秀な運営者として数々の賞を受賞していました。いくつか賞を受賞されてますよね。あ、そうですね、はい。今までいただいた賞だと、いっぱいもらってて覚えてないんですけど、SPL でイケハン賞っていうのがあって、イケハンってイケメンハンティングっていうことなんですけど、その体験者を呼んだ数で競い合ってるんですね、みんなで。その賞を本当に何回ももらいましたね、はい。と上半期下半期でいただいた賞でいうと、なんかベスト運営者賞だったりとか、特別運営者賞だったりとか、社長賞だったりとか、いろんなのもらってきましたね、はい。そんなリンゴさんがきっかけで入店したホストたちに話を伺うと、僕、箱根で2年半、ホテルマンしてましたね。変な連絡来たなって思ったんですけど、最近入店費が正直うまいと思って、まあ、とりあえず行ってみようかな、お金もらえるんだったらっていう軽いノリで来た感じですね。そうですね、ホストになるつもりは全くなかったです、はい。あ、もう多分全部変わってますね。その昔の写真とかもうすごい本当にひどいんですけど、外見全く別人だったんで、本当に外見面の変化が多分一番大きかったなっていうのと、考え方も大人になったねって言われることが増えましたか。美容師の専門学校に行ってました。いやー、思いましたね。でも高校生の時からホストは興味あったんで、あ、いい機会だなって思いました。自分今大学に通いながら、前は地方の方で、まあ、ホスト兼バーテインみたいな感じで働かせてもらってたんですけど、そこを辞めて着いた時にリンゴさんに歌舞伎町やってみないって言われて、そこからのもう入店したんですけど、それこそ自分は整形してなかったんですけど、ジェントリー東京に1月入ってからも埋没してとても良くなって、その送りとかもあったりしますし、そのいいお医者さんにも紹介してくれるのがルイ社長ですし、彼らをはじめとするクラブジェントリーのホストたち、クラブジェントリーで働いてから彼らの人生は一変しました。後日ホスト TV 取材班はクラブジェントリーの給料日に潜入。そこで我々は信じられない光景を目にすることになりました。運営陣とプレイヤーが一堂に会する1ヶ月の中間ミーティング。この場で先月度の給料が手渡しされるのです。それではまず報酬配布の方からさせていただきます。いいですね、デカブートでございます。ゆき、ありがとうございます。おめでとうございます。巨大な封筒、凄まじい厚み。大金を受け取ったのは、先月度月間売上3500万を記録した雪副主任。そして他のプレイヤーたちにも給料が渡されていきます。当然のように見て取れる封筒の厚み。売れっ子ホストである彼らは毎月サラリーマンの何倍もの給料を稼いでいるのです。何倍だろう、何十倍とか。いやー、思ってなかったですね。バイトぐらいでなんかもらえてればいいかなって思ってたんで嬉しいです。それでは先月度の投票をさせていただきます。先月度指名第1位、小田久斗副主任、おめでとうございます。今回グループナンバーワン受賞ということなんで、こちらの毎月当選されているので、先月度売上ナンバーワン、そして2023年1月度全国ナンバーワン、ゆき副主任、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。では中間ミーティング始めていきます。おはようございます。おはようございます。これですか、まあ、今日給料日で、多分みんなお金の使い道多分下手くそだなと思うんですが、まあ、お客様へのギブはもちろん、ギブでね、使うのはもちろんですけど、まずはやっぱ自己投資を、まずしてほしいかなと思います。まあ、自己投資して、
まあ、美容院とか、まあ、服、まあ、整形、まあ、爪とかも全部そうなんですけど、清潔感持ってね、行った方が、まあ、もっとね、その先、多分稼いでお金を持つと思うので、今、自分に投資した方が、表彰式で僕も思ったんですけど、やっぱ多分売れてないなって思う子でも、あんまりそんなモブ感が出てないというか、もう印象を僕、ちょっと他店舗で見て思ったので、なんか、服をまず、まあ、スーツ1着なり、買うなりでも変わってくると思うので、給料の、ね、使い方、考えてほしいかなと思います。はい、で僕からですが、まずね、報酬日の話ちょっとしようかなと思うんだけど、今日報酬日なので、皆さんしっかり自己投資してください。さっき美容とかファッションとかあったんだけど、メイクもね、明日ハーブピーに行くんだけど、まあ俺も30、今年5になって、まあね、もうこれがいい年で、でみんなもまあどんどん老けていくわけじゃん。どんどんやっぱケアしていかないと、僕は男で行きますとか、無精ひげでかっこいいダンディーな男になりますとか、だったらもう、LDH と帰れよって思うんだけど、みんなホストクラブで行くんだから、ジャニーとか K-POP アイドルとかそっち側に憧れなきゃいけなくて、じゃあ彼らが、ね、ケアしますかって言ったらめちゃくちゃケアしてる。芸能人なんてすごい半端ないお金の積み込み、そういうところに憧れて、自分がどの位置に自己投資できてるのかっていうのを再度確認してやるようにしています。自己投資をし、外見も中身も磨き、それが自身を高めることにつながる。入店当初は冴えない普通の男の子だった彼らも、クラブジェントリーに入店したことで、お客様にとって価値のあるホストへと成長します。周りの影響ないとここまで美人良くなれなかったです。本当に皆さんが髪型変えた方がいいよ、眉毛変えた方がいいよ、メイクの仕方も変えた方がいいよって言ってくれるので、そこをもうすぐに取り入れられる。正直1ミリも思ってなかったです。本当にネクライン家時代だったんで、そこからホストなんかやっていけるかなっていう感じだったんですけど、やっぱり周りの支えもあって、このお店がいいところだからっていうのもあって、ここまで来れたのかなっていう、はい、そうですね。ホストやる前はやっぱ正直あまり気使えない人間だったんですけど、そのホスト始めてから周りのこととかよく見るようになったので、前よりは気使えるようにはなったかなって思ってます。夢のある世界、ホストクラブ、その入り口であり、入店への架け橋となる求人を担当するのが人事マネージャーリンゴさん。彼の働きをよく知る桜木類社長はこう語ります。真面目でユニークも持ってて、努力家で発想力がある。ホストの運営者としては、運営者っぽくない型破りの、それを超えてくる運営者って感じです。仕事ぶりはもう素晴らしいの一言です。もう言うことなく、僕からもこうしてああしてとかは特になく、もう自分から自発的にいろんなことを見つけてきてくれるし、なんか僕のある種型破りな部分ももちろん僕もあるんで、なんかイエスマンでこういうことやってできます、もちろん運営者としては大切なんですけど、いつも僕運営者にはプラスアルファ考えなよって言ってて、なんかそのプラスアルファが彼の中では体験入店を連れてくるとか、 SNS のやり方とかであったりとか、なんかそういったものをプラスアルファで作ってくれるんで、仕事ぶりで言うともう素晴らしいの一言です。今月その退入者ほぼ毎日来てるっていう、いやすごいっすよ、こんな遅くないと思いますよ。初めて来た、はい、僕は常日頃彼に言ってるんですけど、この店で一番移籍金が高いのは君だって言ってくれてどのホストクラブも多分欲しいと思うし、はい、僕が一応来る男の子がリンゴだったら多分リンゴくださいって言いますいや本当ね、唯一無二だと思います。誰も真似できないんで、はい、人生のターニングポイントってどこだったなっていうのありますか？人生のターニングポイント、まず体験入店から始まったなって思いましたね、全てが、本当に最初退入費目的で来ちゃったんですけど、ちょっと勇気振り絞ってきた甲斐はありました。本当にリンゴさんもまたホストになって人生を変えた一人。彼は今後も店を陰で支え続け、さらなる活躍を見せることでしょう。クラブジェントリーを日本一のホストクラブにするために。